やりゅうかえ、須崎民長島田です。今回はシラスウナギ漁の動画になるき、まあ見ていきや。ちらっと漁の説明しようか。発電機で水中と明るいて、実際つけてみようか。うなぎや夜行性焼き、この水中灯で明かりつけて泳いできた側をこの目の細い網で取って水張ったバケツに入れていく。まあこんな感じやね。まあそれを踏まえてみーや。
どうやったで、無許可でやりよったら抑えられて大事になるぞ。まあまた見に来てや。グッバイ。